見てパワーアップブラックサンダー、ね、何が一体パワーアップしたのか検証したいと思います。イナリッシュ、はい、ということで検証するにはね、古い方のブラックサンダーもないといけないということなんですけど、さすがにねお店になって、我が家のですねお菓子ストック見てみたら、まあミニではありますけどブラックサンダーありました。はい、ロゴもちょっと変わってますね。じゃあ先にミニを食べたいと思います。若い女性に大ヒット中、おいしさ稲妻クエ、うん、いただきます。うん、ブラックサンダー、うん、おいしい。はい、そしてパワーアップブラックサンダー、ね、ちょっとこうほらパッケージも今までよりもこうゴージャスな感じになってますね。よいしょ、じゃん。見た目はほら今までのブラックサンダーそんな変わらない。いただきます。あれ？うん。うん。なるほど。これ結構。前のブラックサンダーも好きだったんですけど、パワーアップブラックサンダー食べてみると、これ結構今までのやつはかなりガツッと歯を入れるとそれがすぐ感じられるぐらい、どっちかというとチョコよりもクッキー、ビスケットっていうのがかなり混じってるような感覚だった。食べた時の柔らかさがこっちの方が柔らかい、チョコがすごく多そうだから、こう多分クッキーとかね、この辺の配合が少し変わってるんだと思います。歯ごたえが今までよりも柔らかくなってて、チョコ感がアップしてて、こっちの方がもうチョコ食ってますっていうのを思いますね。はい、全く同じことね、ホームページ書いてありますから、それ読んだだけです、すいませんでしたはい、まあとにかくね、食べてみると確かにチョコ感がかなりアップしてるなと思いますので、ぜひ今までのブラックサンダーよりもチョコを強く感じられるものになってますから食べてみてください。というわけでございまして、今日はパワーアップブラックサンダーご紹介しました。イナウィーシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。北海道限定だとね、白いブラックサンダーもあれば、ね、メロンなブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、ね、グレーなブラックサンダーといろいろ来てますけども、そろそろあの色来ると思うんですよね。まあ、あの色のやつ、商品になる前にちょっと作ってね、売り込みに行きたいと思ってます。ぜひ、ブラックサンダー新カラー編ご期待ください。イナリッシュ